大きな拍手に包まれます。楽天モバイルパーク宮城です。1対0しびれる場面で、ここまでキャリア通算199セーブ、今日セーブを挙げますと通算200セーブ、27歳5ヶ月で200セーブ達成は史上最年少ということになります。ちょこんと合わせたバッティング右中間、打球伸びていってワンバウンドでフェンス、山川は二塁に向かっていきます。先頭の山川出ました。ノーアウトランナー二塁です。結局4球目も外れました。ストレートのフォアボールです。マキノンフォアボール、バントしました。ファースト取って三塁破り、送りバント成功。初球アウトコース変化球でストライクを取ります。2球目ファウルボールです。147、次の球楽天バッテリー何で来るか、2ボール2ストライクになりました。変化球振らせました。佐藤隆成三振で2アウトです。さあ、あとアウト1つまで来ました。そしてライオンズベンチ動きます。バッターは8番小賀に代わりまして中村、バッターは分かりました。キャッチャー攻めたに内側に構えた、センターに上がった、伸びる打球だ、センター下がっていくか、追いついた、松井裕樹両手を上げました。しびれるゲーム、最後は守護神松井裕樹が抑えてイーグルス今シーズン初勝利。そして松井裕樹史上最年少で通算200セーブ達成です。まあね、いい音がしたんでちょっと、ね、怖かったですけれども、ちょっと当てるだけだったんでしょうかね。最年少の第1記録、アナウンスがされています。史上最年少での通算200セーブ達成、これまでの最年少記録を大きく更新する、はい、もう2年半くらいですからね、すごいことですね。通算200セーブ取られました。